ホキダ県は、ギリシャ共和国の中央ギリシャ地方を構成する行政区の一つ。県とはアンフィサ。古代ギリシャでポキスと呼ばれた地域の一部を含む行政区であり、新宅で知られるデルポイがある。県名となっているホキダは、カサレブサでホキスと表記されるため、ホキス県とも呼ばれる。中央ギリシャ地方西部に位置し、南にコリンティアコスワンに面した行政区である。 県とアンフィサは、州とラミアから南へ約4 2トル、ティーバから西北西へ約8 5トル、首都アテネから西北へ約1 3 4トル、パトラから東北へ約6 4トルの距離にある。北にはフティオティダ県、東にはビオティア県と接する。西はモルノス川を境界としてエトリアアカルナニア県に接している。 古代イギリシャのポーキスに加え、ロクリストドリスを含んだ地域である。フォキダ県は山国であり、県の面積2120キロ平方メートルのうち36キロ平方メートルの平地560キロ平方メートルの森林を除くすべてが山岳である。県東部はパルナスソス山から続く山並みがそびえ、県西部はバルズウシア山をはじめとする山岳に占められている。 南部と東部の大部分は木々のない岩がちな山々が広がっており、西部、中部、北部には緑が広がる。県西部にはモルノス川をせき止めたダムによってできたモルノス湖が広がっている。人口1000人以上の都市、集落には以下がある。2010年以前の広域自治体としての北北県は、全ギリシャの県の中で最も人口の少ない県の一つであり。 最も人口密度の希薄な県であった。人口は県東南部のアンフィサやイテアの周辺に集中しており、この他沿岸部に大きな町がある。北部及び東部のは人口は少ない。ホキダ県は1948年にフティオティダホキダ県が分割されてできた。1960年代にはモルノスダムが完成した。夏季には 観光客の殺到で人口は2倍近くになる。現代のフォキス県には古代以来の様々なギリシャ人種族が居住している。主な種族はフォキス人、ロクリス人、ドーリア人でそうした種族が混ざり合ってしばしばローミリアッツとして言及される独特の言語学的文化的遺産を持った現在のフォキス人を構成している。 保木田県、保木田県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。保木田県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としての保木田県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。 旧自治体名欄で印を付したものは木のティタ、それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。イテアこありがとうございます。